りがそっちに行ったぞ。うん、サスケには奪わせ。へへん、遅い遅い、もうレイッド。ああ、またサスケにゴール取られちゃったね。くそ、次だカモノスケ、次こそ俺たちで決めるぞ。そっちに回すよ、決めて、サイゾウ。この俺が華麗にゴールを決めてみせる。行くぞ、その威力、敵を貫く槍のごとし。くらえ、弾丸三日月。もうライット。あ、またサスケにマリを取られた。やられたか。次こそ決めてみせる。無駄にカッコつけようとするから隙だらけだぞ。マリを奪ってくださいって言ってるようなもんだぜ。知ったような口を。今のは風向きが悪かっただけだ。言い訳すんなよな。今のは完全に俺の方が一枚上手だ。お前ら練習不足なんじゃないか。最近俺ばっか強いよな。あ、なんなら友達の猿もお前たちと同じ組にして5対1くらいでやってみるか。ふざけているのか。俺たちを舐めてもらっては困る。まあまあ、サイゾウ怒らないで。サスケもそんな言い方良くないよ。もう一戦だ。サイゾウ決めて。よし、最高の位置だ。感謝する、カマノスケ。次こそ決める。弾丸三日月回転蹴り。くそ、止めらんねえ。決まった。やった、サイゾウお見事。俺の華麗な蹴りを見たか。やはり俺は最強、敵などいない。次こそは負けねえぜ。もう一戦だ。オラオラオラ、止められるもんなら止めてみろ。俺の走りは真が一だぜ。早い、止めてみせる。くらえ、モグラの術。うわっ、サイゾウ、蹴鞠に忍術使うのは反則。おマリは俺たちのものだ。行くぞカモノスケ。それなら俺だって。モグラの術だっけか。目にもの見せてやる。それ俺の術を盗んだな、サスケ。またもやしてやられ。マリが殻の風神の術。これで風向きは俺に味方した。マリは自由自在だぜ。何、忍術の二段構えだと。反則だぞ、蹴鞠精神にのっとって。先に反則したのはお前だろ。ねえ、普通に蹴鞠しようよ。これは忍びとしてのプライドをかけた戦いなんだ。邪魔をするな。そうだ、今ここで決着をつけるしかない。行くぞサイゾウ。かかってこいサスケ。じゃあもういい、マリなんかこうだ。マリオ切っちゃった。カマノスケ、何をするんだ。喧嘩になるくらいならマリなんていらない。競い合いたくなる気持ちはわかるけど、今は普通に遊びで勝負しようよ。格好悪いよ、サスケもサイゾウも。すまんカマノスケ。俺たちちょっと行き過ぎちゃったな。今度は普通に蹴鞠で決着つけようぜ。ああ、忍術はなしだ。正々堂々、純粋に蹴鞠で勝負をしよう。二人とも。今日はここまで。次はちゃんと勝つからな。
ちらこそ受けて立つ。明日同じ時間にここに集合だ。